よ。始まる8小節、何かが必ず生まれるからよ。俺についてきてくれ、ストリートで学んでるか。経験は汗だけど俺は達成、言われてもかっけえことばっかやってくって、やってのける俺は退けるぜ、この思いと気持ち全てヒーローとしての生き方誕生してやる。俺の名前はヒーローだって言われても本当しょうがねえ。自分が向こう側だったら俺も思うだってってな。だけどみんな楽しませれるようなラッパーになりて、それがかっけえから、俺は憧れ、この場所でくすぐられる本心本能を見せよう。俺の本心はバカでバカでほんとやべえ、だけどラベンダーの香りここで見せるだけ、渾身の一発みんなにぶつける。俺はアンダーグランで育った心が終わりだけれど、この場で踏みとどまらねえ、気持ちで飲み込まれてんじゃねえ、気持ちで押し返すヒップホップ。俺は気持ちで負けたら終わりだと思って、それがヒップホップならば俺が法則学んでやるよ。お前らにヒップホップってのはな、気持ちで押し返すんだ、それがヒップホップ。やり方すべて綺麗に終わらせるよ、片付ける。たとえ何が言われたっていい、達成や言って言葉だって言われたっていい、文句言われたっていい、だけどなそれはいいことなんだよ、それほど見てくれてるって証じゃねえか。